スノーキいこと、小手川幸也です。月の初め恒例の前の月にループダンなどのリピート KFX でどれぐらいの損失あるいは利益が出たのかというのを 公開していく動画シリーズです。そしてこれ2018年11月分を、えー、今日公開するんですけども、先月よりですね、トラリピ稼働を始めました。なので、えー、3つ、3種類の講座で今運用しているということですね。はい。で、えー、現在稼働中、動かしているのは5ドル円のロングとカナダドル円のロング。 はい。で、えー、まあ、稼働中の合計は1万9000通貨で、えー、稼働を停止したもの、ポジションが残っているものが3万3000通貨分なんですけども、この数量じゃなくて、この数量で動かしていて溜まっていたポジションなので、えー、数十万通貨あります、えー。先月末で82万通貨ぐらいありましたけども、だいぶ減りました。はい。で、えー、まあ、ルーピーダンとトラッキングトレードは、えー、ブロードライトコースで いう先通貨コースと、えー、ブロードコースっていう1万通貨コースあとトラリピ、えー、4口座で、えー、運用をしておりますで8月は、えー、66万円の損失、えー、9月は22万円ちょいの利益そして、えー、先月は、はいえー、3万5000円の利益ということでですね、まあ、あの9月の途中で、えー、今私があの資金一番預けているトラッキングトレードの方を止めてしまったので、えー、この利益になりました、はい ということで、えー、ここ、本当はね、これ、あの、トラリピも含めて、この使い分け、えー、比較などをまた、あの、書きたいんですけども、ちょっと、あの、まだ間に合っていないので、とりあえず、ループイフダンとトラッキングトレード、過去に書いたものの URL を、えー、ここに貼っておきたいと思います。それでは、えー、多分次のスライドだと思いますけども、アイネット証券のループイフダンの損益はこちら、番。はい。えー、46,412円。 なかなかでしたね。はい。えー、ここ最近、だいたい3万数千円で着地することが多かったんですけども、ちょっと、はい、多めでした。その理由は、えー、このスワップポイント、えー、1万円以上ということでですね。あとですね、あのー、前回のループイフダンセミナーの時に、あの、利回りも知りたいっていうことちょっとあの、リクエストいただいたんで、あの、 各口座ごとの月の利回りだけ、えー、掲載するようにしています。はい。えー、月の利回りで言うと、だいたい5.39%。これ、ループイフ普段が一番パフォーマンスいいです。なぜかっていうと、ループイフ普段は、えー、1ヶ月丸々稼働していたんで。はい。で、えー、続きまして、えー、トラッキングトレードのブロードライト1000通過コースですね。えー、こちら、稼働は途中からして、まあ、ほぼ動いていなかったんですけども、 まあ、5ドル円とニュージーランド円が上昇したので、えー、持っていたポジションが決済されたんですよ。で、この動画のタイトル、えー、回数アップ半端ないってにしたんですけども、もう2018年最後なんで、はい。でですね、えー、ここ、ね。 22000いくらの中の利益が、えー、スワップポイントの利益が15000いくらということで。はい。えー、で、月の利回りで見ると、えー、2.7%。ただ、これは、えー、月間通してトラッキングトレードずっと動いていたわけじゃないので、まあ、それにしてはなかなかいい数字が出ています。そして、えー、ブロードコース、1万通貨コースですね。はい。こちらもですね、えー、22万7000いくらの利益中、スワップポイントによるものが、えー、なんと14万、えー、ごめんなさい、これ。 円ですす間違ってます14万2075円。はいこれも月の利回りで見ると約2.8%ぐらいで、この2つを合計するとですね、25万ちょいです。はいそして最後、トラリピですね。はい2018年11月より始めましたトラリピはこちらです。1い。5000円弱ですね、はい口座残高に対しての,この 式の利回りで見ると、えー、2.38%ぐらいです。で、えー、トラリピに関してはですね、えー、ちょっとループ普段とかと比べると、保守的な、えー、やり方でやろうかなと思っています。まあでも、人によっては全然保守的じゃないよ、それっていう、まあ、内容なんですけども、私の中ではそんなに攻めていないんですよ。まあ基本、トラリピはもうほぼ何も動かさずに放置っていうのが私の理想なんで。はい。で、ここまでの3講座の合計を、えー、合計しますと、 まあ、31万いくらということで。まあ、これが、まあ、あの、たらればの話になってしまうんですけども、トラッキングトレードが停止じゃなくて稼働していれば、おそらく60万円ぐらいは行っていたなっていうところですね。はい。で、えー、まあ、チャートちょっと軽く見ようと思うんですけども、やっぱりこの5ドル円のこの上昇がやっぱりかなり大きかったですね。はい。えー、先月。 先月というか2018年10月と比べて2018年11月というのはま大きく上がったのでこの辺りでポジション大きく、えー、たくさん決済されましたであと、まあ、ループイフダンの方はもうは動いていたので、えー、この辺りでもしっかり利益積み上げたということですね、はいえー、ニュージーランドル円に関しては今はトラッキングトレードの、えー、持っているポジションだけなので、えーまあ、ここのもみ合いの部分では利益取れていなかったということなんですよ、はい、で、えー、カナダドル円ですねうーん まあこんなもんなのかなっていうなんかんまあ直近で見るとまあ値動き小さいんですけどもでえまあ振り返ってみるとまあ先ほどから繰り返しになりますけども5ドル円とニュージーランドドル円の上昇でえトラッキングトレードのポジションはえたくさん解消されましたただえニュージーランドドル円のポジションはえ高値で結構持っているのでえまだまだはいえー多く残っていますはいで ね、今回本当にもう回数アップ半端ないっていうなんですけどもやっぱり長期戦、えー、多分ねこれも2017年ぐらいに持ったポジションを決済されてるのかなってなるとやっぱり1年とかになってくるとあの回数アップがかなり大きいっていうことなんですよねはいで、えーまあ、カ,ナドルカナダドル円本当にこれリピート GFX で多分初めてカナダドル円やったと思うんですけども 思っていたほどじゃないなっていう。まあ、ただ、えー、カナダドル円に関しても、えー、今、政策金利が確かニュージーランドと同じですかね。1.75かな。まあまあ、高いんで、えー、スワップポイントも高いんですよ。なので、まあ、これも、まあ、トラリピに関しては、動かし始めたのが先月からなんで、これから先ね、えー、ずっと、あのー、もっと長いスパンってなってくると、このスワップ分が結構、あの、積み上がっていくのかなというふうに期待しています。はい。 ということで、えー、それぞれの検証ブログ記事シリーズの URL 貼っておりますので、まぁ、あ、どんな推移で、えー、講座団体が増えていったのかというの気になる方はよければ、えー、そちらご覧ください。で、えー、最後告知ですね。はい、えー、ネット証券さんとのタイアップキャンペーン、ルーピー普段の方ですね。はい、えー、こちらは条件を満たしていただきますと、まあいろいろ特典ついてきます。はい、えー、ま私のブログでも一番人気があるものです。そして、えー、トラッキングトレード。 が利用できる f x ブロードネットさんともタイアップキャンペーンやってますのでこちらも私の書き下ろしレポートと、まあ、クオ・カードとかの特典がもらえますのでよければこの動画の概要欄ご覧くださいということで最後までご覧いただきありがとうございました